ワニトカゲギスメは、甲骨魚砂の分類群の一つ。横エ素アモク及び、銀裸アモクのニアモクのもと、4×52 属414種で構成される。ほとんどの種類は、深海で生活しており、分布範囲が広く個体数も多い重要な深海魚が、多数含まれる。急流オメトキンエンであり、原始的な特徴を一部共有するなど関係が深い。かつては、 ワニトカゲキスメ全体が、キュウリ流を目と共に、サケメの一部として含められていた。ワニトカゲキスメの魚類はすべて海水魚で、世界中の熱帯から温帯域にかけて幅広く分布する。ほぼ全種が深海性で、海底から離れた中層を漂って生活する。中腐可層の遊泳性魚類としては、裸いは種類と並び生物量が多く、個体数と種数の両面で、支配的な位置を占めている。 ほぼすべての種が生物発酵を行い、捕食や敵からの回避行動に役立てている。発酵器は左右の複足に列をなしていることが多く、発酵バクテリアに頼らない自力発酵により明滅する。発酵器の組織学的形態には特徴が多く、本目の単系統制を裏付ける要素の一つと捉えられている。体型は一般に細長い。 体長は1 0トル前後の小型種が多く、最大でも5 0トル程度である。胸磯そは著しく側平たした平べったい体を持ち、体高も比較的高い。体色は暗褐色から黒色であることが多いが、横へそモクの一部は一様に銀色となる。口は大きく、ほとんどの種において、口の後端は目よりも後方に達する。前上が骨。 主上顎骨に鋭い歯を備え、トガによっては、顎ごひげを持つ。すべてのヒレは軟条のみで構成され、トゲ状を持たない。腹側に油ビれを持つ場合もある。腹器のヒレ状は4から9本、エラ状骨は5から24本。種によっては、背びれ、胸びれ、油びれをそれぞれ書く。鱗がある場合は、円鱗で、剥がれやすい。ワニトカゲキスモクは、 S 横 S アモクと銀裸アモクの2アモクのもと、4か52属414種で構成される。本目全体の単系統性は、発光器や葉の形態など様々な共有派生形質によって支持されている。これまで、本目は単独で強比レウアメステナプタージーを構成し、最も原始的な新身骨類として位置づけられてきた。しかし、近年の多くの分子系統解析結果に基づき、 ワニトカゲギスメは新身骨類から除外され、ニギスメ、キュウリウオメと共に、新たな上目に含められるようになっている。ヨコエソアモク、コネストマイディは、ヨコエソカおよびムネエソカのニカで構成され、18族104種が、ところ属する。ネルソンによって、独立のトガとされた、ユメハダカ族など3族は、新たな体系では再びヨコエソカの一部に含められた。 鬼肌家族の一種を除き、胸びれの指示骨は4本。顎の葉は小さく均等な大きさで真のエラ歯を持つ。発光器は関空を備え連続的に配列する。横へそか、編集薄鬼裸サイクラースンパリだ。鬼肌か類は莫大な個体数を持ち、深海中層の生態系で重要な役割を果たしている熱帯夢裸ディプロフォースタエニア。 夢肌家族は独立の都ガとして扱われることもある。横エソカゴネストマタイデイは八族三十一種からなる。本家の鬼肌家族及び銀肌家家のウケイソ、族魚類は極限を含む全世界の外洋に広く分布し、地球上の脊椎動物として最大の個体数を持つグループと考えられている。エラ上骨は12から16本で、4から6本は上舌骨上にある。 エラ状発光器は8から16個。ムネエソカ、編集、キューリエソ族の一種モーラリカスムアリリー。本赤の仲間は、細長い体型を持つトガリムネエソアージャイラパリカス、アキアリアタス。平べったい銀色の体が、ムネエソ赤の特徴である。本種は、上向きの感情眼を持つムネエソカスターナップ的ではに、赤10七73種で構成される。キューリエソ赤は細長く。 胸へそ赤は左右に平べったくがは平たし大きな太鼓を持つことが特徴。エラ上骨は6から10本で、上舌骨には3本。エラ上発光器は3から7個で、通常は6個。銀肌かアモク、ホスグテオディは銀肌かカオよびワニトカゲギスカノニカで構成され、34属310種がところ属する。胸びれの支持骨は通常3本で、胸びれが 対価的ないくつかの属では0から2本。銀肌か、か編集用字エソパリックシースマウリー。複則に列をなす、発光器。それぞれの発光器の数と位置が重要な分類形質となる、銀肌かかホスグシーイデイは7属24種を含む。本家は、側系統群である可能性が指摘されている。全体的な形態は、横へそカと類似し、ヤレラ族以外は、 ラビレを持つ。上手上顎骨は、通常2個で、下顎のヒゲはない。ワニトカゲギスカ、編集や森肌カアストローネスサスルシファー。下顎のヒゲは、ワニトカゲギスカ魚類の重要な特徴で、種によって異なる微細な形態を持つ東方来エソ、シウヤダスマクニー。確実に獲物を捕らえるための鋭い牙を備える、ヒレグロホテイエソフォートネクッツマルガリータ。 本赤は190主張が含まれる、多様性に富む一群となっている。背びれ、尻びれが、表皮に覆われることが、本種の特徴内容三つ股野流をイデューキャンサス、アトランティクス。うなぎのように細長い体型と、顕著な性的二なりを特徴とするグループである、大口星エソマレコスティアスにジェール。そこの抜けた、大きな顎が、本赤の特徴。宝木星エソ類は、 深海魚としては、例外的に赤色光を感知することができる、ワニトカゲギスカスタミデイはゴアカ27属286種で構成され、ワニトカゲギス目で最大のグループとなっている。ほとんどの種類は、暗い体色で、下顎にヒゲがある。生魚は、真のエラ歯を持たず、上手上顎骨は0から1個。発光器に、関空は付属しない。角赤並びに、 宝来へ相続を、それぞれ独立の都がとして扱う見解もある。2008年、分子系統解析に基づく以下のような系統樹が提案された。横エソか、ワニトカゲギスカは、おおむね体系統であるが、夢裸カを含む他の3画の単系統性は、疑わしいものとなっている。この報告は、博士論文にとどまり、 その後学術雑誌には掲載されなかったため、ネルソンの体系では採用されなかった。2013年にワニトカゲキスカに特化した研究ではあるが、一部類似した分子系統解析の結果が報告されている。ありがとうございます。